ソニーソニーミュージックエンタテインメントアニプレックス株式会社アニプレックスはアニメーションを主とした映像作品の企画制作及び販売映画配給ソーシャルゲームの企画制作を主な事業内容とする日本の企業ソニーミュージックエンタテインメントの子会社日本動画協会日本映像ソフト協会制会員1995年9月 ソニーピクチャーズエンタテインメントの子会社として、株式会社スプ・ミュージック・パブリッシングの称号で設立。1997年1月にスマッチンが資本参加し、株式会社スプ・ビジュアルワークスに称号を変更。ソニーミュージックグループのアーティストビデオ以外の映像作品を当社に集約。以後、特にアニメーションに注力することになった。 2001年1月にはスマッチの完全子会社となり、称号も株式会社 SME ビジュアルワークスに変更した。2003年4月、スマッチから当社を含む非音楽分野をソニーカルチャーエンターテインメント12月にスマッチに吸収合併されるとして分離するのに伴い、称号を株式会社アニプレックスに変更。アナプレックスとはアニメーションから派生する。 権利ビジネスの複合体を意味する造語である。また、分離した当時のアニプレックスは、ヒット作品に恵まれず、経営的にも非常に苦しい状況であった。当時社長であった夏目久一郎は、この苦境を打開するために、大手アニメ制作会社サンライズで、ガンダムシリーズをはじめとした様々なヒット作品を手掛け、当時フリーのプロデューサーとして活躍していた、植田一郎を招き入れた。 上田は様々な作品を手掛けた後、同社社長や a 1ピクチャーズの社長を歴任した。2005年には東京都杉並区に株式会社 a 1ピクチャーズを設立してビデオメーカーながらアニメーションの実施。近年ではスマートフォンアプリの開発にも進出しており、2015年8月に配信開始されたフェイト・グランドオーダーは大ヒットを記録。 2016年3月期の最終利益は前年比91%増の73億円と大幅増益し2017年3月期は最終利益が前年比2.2倍の165億円売上高も1、0円を超えるなど同社過去最高の大幅増益を果たしたテレビアニメから派生した劇場版なども含むア行、編集家業、編集作業 編集多行、編集な行、編集は行、編集ま行、編集や引く和行、編集テレビアニメシリーズを挟まずに制作されたオリジナルまたは原作のあるアニメ作品、テレビアニメシリーズを挟まずに制作されたオリジナルまたは原作のあるアニメ作品、突起のない限りは制作委員会出資、もしくは制作参加の作品、 実質的な販売元は、ソニーミュージックマーケティング、ソニーミュージックソリューションズ以下のアプリは、子会社のクアットロ映画、運営主に以下の会社が制作したゲームミュージックを発売、ありがとうございます。